ふうたろうでーす。はい、本日の家飲みちょい飲みでございますが、この間からやたらとちょっとね、串カツが食べたくて食べたくて、串カツなんとかで食べたいなというのがありました。大阪と違ってなかなか串カツを気軽に食べに行けれるお店とかもあまりない、環境でございまして、やっぱりこれになりました。今回こっち買ってきました。じゃあまたまたこちらです。みんな大好き業務スーパーの豚玉ねぎ串カツ、こちらを買ってきましたので、とりあえずこちらを今から揚げて串カツ用意したいと思います。それと業務スーパー行った時にこちらも見つけました。これ大阪ハイボール、大阪ハイボールのこちらミックスジュース味、ミックスジュース風味、ミックスジュース風味とこちらが冷やし飴風味、こちらの大阪ハイボールを見つけたので、この串カツと、今日は串カツと大阪ハイボールをちょっと飲もうかなと思います。ちょっと串カツ揚げてきます。はい、業務スーパーの玉ねぎ豚串カツ、こちら美味しく揚がりました。めっちゃ美味しそう、めっちゃええ匂い。とりあえずこれソースかけていただきたいと思います。ソース、串カツソース、こちらでいただきます。たっぷりめで、よし、ではいただきたいと思います。串カツいただくときに飲むやつ、大阪ハイボール、ミックスジュース風味と冷やし飴風味。まずはこちらの冷やし飴風味からいきたいと思います。ではいただきたいと思います。今日もお疲れさんです。乾杯。めっちゃ甘いぞこれ。一応あのハイボール的な味もあるんですが、あの冷やし飴、完全にこれも冷やし飴の味やね。めっちゃ甘い、でも美味しいです。こちらの、大阪ハイボールの冷やし飴風味はアルコールが 5% です。こちらのみんな大好き業務スーパーの串カツいただきたいと思います。おいしい。豚玉ねぎ串カツ、これめちゃくちゃ美味しいです。揚げ方もちょうどいい感じにサクサクになって揚がってました。美味しいです。本当は庭に出て、串カツ揚げながら食べ飲みしたかったんですが、今日もね雨降ったり止んだりだったんで、まだ途中で雨降るのも嫌やなということで、今日はもう諦めて家飲みにしました。串カツ、お次はこちら大阪ハイボールのミックスジュース風味、こちらいただきます。大阪ハイボールのミックスジュース風味、こちらもいただきます。乾杯。これ日
匂いからしてミックスジュースの匂いで、飲んでもミックスジュースちゃうんかな、これ。これはでもね、ほんのりあのハイボール的な味もありますけど、ほぼミックスジュース。ミックスジュースの方の、アルコールですが、こちらです。ミックスジュース分にはアルコール 3%、ほろ酔いとかと同じぐらいです。これめちゃくちゃ美味しい。これも美味しい。これもいいね。美味しい。いいね。美味しい。大阪ハイボールのカンカンのデザイン、めちゃくちゃ可愛い。このカンカンのデザインも僕大好きです。裏のデザインはこちらです。おばちゃん、大阪のおばちゃん写ってます。大阪のおばちゃん、これ肉まんもあるな。これ肉まんやな。551、おばちゃん、おばちゃんです。最後3本目の串カツいただきます。今回あの串カツにソースだけじゃなくて、このちょっと練りがらし、からしもちょっと用意してきました。ちょっとからしもつけて食べてみたいと思います。じゃあどうかな。からし付きでいただきます。からしついても美味しいです。では串カツ最後一口いただきます。もちろんからし付き。最後、大阪ハイボールのミックスジュース風味で締めたいと思います。ミックスジュースはデザートです。はい、この間からずっと食べたかった串カツ、業務スーパーの串カツですが、美味しくいただきました。完食です。そしてこちらの大阪ハイボール、めちゃくちゃ缶のデザイン可愛くて大好きです。これも両方とも美味しかったです。ごちそうさまでした。